だから、ここ二人って、即で連絡することないないですね。ね、はい、まあ、基本、俺、ツールの感じでさ。はい。そうそうそう。だから、なかなかこう、お互いのあれがないから、じゃあ、何を話題にできてるかな、みたいな。はい。ことをずっと考えてたわけ。はい、はい、はい、はい。そうそう。はい、はい。意外と酒好きなんだよ、俺。酒めっちゃ好きですな。酒、まあまあまあ、高い酒な。酒の話でめっちゃ盛り上がってるのが、俺ちょっとびっくりしちゃったよ。俺の知らないとこまですごい知ってるし。はいはいはい。じゃあ、まず酒。うん、酒だね。あと、あなた的になんかないか。だから、どっちサイドの話で、どっちサイド行けばいいかなっていうこと。バンドマンサイドとして話せばいいのか、あ、人間、まあそう、人間サイドでもいいし、オタクサイドでもいいし、どの話が一番、こう、二人が盛り上がるのかなって。はい、だから共通する部分はあるわけ。ミュージシャン、ベーシスト、ね、でもあるし、でもオタクでもあるし、二人とも。はい。ツールは知らんと思うんだけど、ここ二人でアニメについてすごい話した回があって、はい、もう俺がオタクとしていかに浅いかみたいな話をずっとされて、ボコボコにされたっていう回で。なんかお前なんてオタクなんて言えねえよみたいな。本物のオタクとはこれだよみたいな。はいはい。話になるくらい、もうすごい熱いオタクなんだよ。はい。そう、まあ、っていうくらい、すごいアニメについても、造形が深いから。正直、まあ、よりも、見てはいい。確実に。確実に。うん。なるほど。そう、俺もだから、別にアニメとかも昔からなんかさ、小学校くらいの時からさ、夕方のやつ見てたりするから、はい。あ、まあ、オタクと言われれば、じゃあアニメ見てる人オタクなのかなみたいなノリだったんだけど、はい、話してみたら、いや、本物のオタクって全然違うからみたいな。もうお前ごときは何言ってんのみたいな話になったから。はい、なんだろう。オタクってさ、愛情を注げるじゃん。注げますね。一つのものをめでることができる。できますね。でも、そういうペラペラなやつは、なんかストーリーが良かったとか、ぐらいしかない。うんうんうん、なるほど。だから俺はもうボロッと言うな。ちなみに、その大絶でいいんですけど、何の話をしたんですか？その前回というか、そのオタク作品というか。オタク作品よりはなんか、オタクでもさ、キャラクターが好き、脚本が好き、監督が好きとかあるか。はい、いますね。声優さんが好き。声優さんが好きとか。俺結構音響が好きなの。ああ、なるほど。サウンドトラックとか。そう、サウンドトラック超大好き。はい、なるほど、なるほど。で、まあ、曲に、アニメに使われてる、BGM とか効果音は大好き。ああ、なるほど。タイプの、ああ。今、一瞬考えたのが、絶対、うちのバンドの塩と混じらわせたら絶対危ないなって。危ない。彼、もうずっと話し込んでた。彼、もう多分、知ってると思うんですよ。ガールズ&パンサーっていう作品が、もう本当に苦しいほど愛している人間で、で、すごいんだよ、どこどこの映画でやってるやつとか、何が違うのって聞いたら、いやもうね、センサーの擬態の音が違うの。そういうことだ。とか、もう本当にそういう面とか、あ、なるほどね。作品が好きすぎて、公式の、検定協会に認定されているガールズ&パンツァー検定っていうのをわざわざ聖地の大洗に受けに行くまで。ああ。会場東京もあるのにわざわざ大洗まで行くって。だからもうそのアニメのことは全部知る感じだよ。そうです。だそういう気持ちがない。そうだね。彼、何週もアニメ見て、何週も見て何をしてたのって聞いたら、うん、あ、映画のやつなんですけど、うん、あ、出てくる戦車の数数えてた。出てくるセンサーの数、どういう戦略で動いてるのか、とか、っていう話をして。ああ、俺多くて2回しか見ないな。本当ですか？確かに。いやでも、自分もなんかこう、こういう設定好きなんだよねっていうものとか、そういうものに対して、絶対こう何回も、例えばあれなんだっけって思ったら、毎回2回しようにはしてる。ああ、なるほどね。いや、もう、好きな作品はもうさ、何回見たかもわかんなくない？あ、ほんとに？わかんない。わかんない。もう数えるの超え、ある程度まで最初数えてんだけど、うん、なんか、数えることではなく、なんかその作品を見ることではなく、その作品の
あの、まあ、作画カット数とかどんぐらいなんだろうなとかさ、ああ、そういうのを見ていくと、なんか、何回見たとか、そんなのどっか飛んでいくんだ。本当にありますね。自分もアニメーターの友人がいるんですけれども、そういう人とこう、お話してるときに、お話してて、で、そういうエピソードとか聞くと、もうアニメ見てるときに、そういえばこれ原画監督は誰だろうか。そう、作画監督、作家さんは誰かなとか。そう。っていうところもある。そう。で、制作会社どこかな、あ、これ多分 PA ワークスさんだろうなとか、京アニだろうなとか。制作会社とか見るよ、マジで。で、好みが分かれてるから、制作会社とか、監督とか、脚本家によって。へぇ。あ、俺やっぱこの人の作品好きだな。へぇ。だっていきます。まず、そういう観点で見た方がいい。確かに見たことないね、そういう目線で。なんか、なんだろうな。まあ、楽器で例えるとか、うん。まあ、ギブソンは、ギブソンならではの楽器を作ってくれるわけです。はいはいはい。でも、フェンダーの音は出せない。うん。アニメは同じなんですよ。その制作会社によって味が変わるんですよ。味が変わる。めちゃくちゃ変わり。じゃあ、ちょっと好きだった漫画とかラノベがアニメ化しますって話を聞いたときに、あ、どこの制作会社なら合いそうとか、あ、で、で、決定した制作会社に対して、え、そこみたいなのとか、はい、あったりするの？え、そこって思ったことはないですけれども、うん、どうやって表現するんだろうなとか。そうです。あ、この会社ならこういう表現しそうだなとか、ちょっと予想してみたりとか。だから結構さ、ラノベをが原作でアニメ化されるってなった時に、ワンクールで12話の場合、どこで切んだろうとか、監督は。制作サイドはどこら辺で切んだろうかなとか。漫画で言うと作品何巻目の何話ぐらいまでで切るんだろうかって。俺だったらここで切るなとか。へぇー。一番なんか気持ちいい。で、ここで切れば、まあ円盤の売り上げ次第では2期につながるだろうなとか。なるほど。そういうことは考える。はぁ。結構考えました。例えばですけど、なぜ作品名とか言っちゃって大丈夫なの？あ、いいと思います。例えばですけど、あの、ソードアートオンラインとか、今、アリシゼーションっていう、アリシゼーション編っていうのをやってるんですけど。あれ長いよね。めちゃくちゃ長いじゃないですか。うん、長いと思うじゃないですか。うん、俺からしたら足りないって思うんですよ。それぐらい本来めちゃくちゃ長いんですよ。わかる。あのね、結構走られてるんですよ。そうなん？あれで？走られてるんですよ。あれで？あれ走られてる。だってさ、あの、名前忘れちゃったけど、アリスの弟子の人がさ、はい、最後さ、死ぬじゃん。飛竜みたいなのって。で、なんか HP だかさ、うん、マイナスになってさ、持ち直したとか意味わかんなくない？意味わかんない。それともちゃんと語られてるか。語られてる。あ、そうなんだ。いや、なんか奇跡が起きたんだな、くらいしか思わなかったね、あれね。結局、そのアニメーションってやっぱり、どうしても、その、口語で書かれてるところしか、やっぱ、基本的に中心的に語られないので。あ、そっか、設定みたいなのを、あの、原作でカーって書いてあると、こう、わざわざナレーション入れた説明とかしないもんね。はい。セリフの部分しか言わないもんね。ましてや、ライトノベルって、普通の、いわゆる小説作品とはまた違っていて、口語じゃない部分の、要するに説明とか、その説明文がやたらと長かったりするんですよ。へぇー。例えばですけど、異世界系の作品とかで、はい、爆音を考えるときに、いや、確かに俺は何も考えていなかったのかもしれない、いや、むしろ考えているという行動すらもしていなかったのかもしれない、そう考えていくとみたいな、もう本当にたった1秒の流れなのにめっちゃズラ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 って書いて、なるほどなるほど、でそういうところが基本的に通っていく。だからあれね、ハンターハンターラノベカ事件っていうの一回あったんだけど、はい、あのサブのキャラクターの能力説明だけで背景が全部文字で埋まるっていう。そのキャラクターの顔だけポンって出てて、白背景になって全部文字で埋まるみたいな。そういうことがラノベでは当たり前に起きてると。そうですね、ラノベでは。でもそこがアニメでは語られないんだ、基本は。そう、語られにくい。その表現と しか出ないんだね。難しい。説明されないわけだ、言葉で。ここ最近ってわけでもないですけども、特に、
顕著だな、顕著に現れてるなと思った作品が物語シリーズとかです。ああ、確かに。あれは西尾維新先生めちゃくちゃ書くんです。西尾維新先生の作品ってめっちゃ文章長いんですよ。漫画も。メダカボックスもそうじゃないですか。メダカボックス。ザレ事シリーズとかね。めっちゃ長いです。あれは、あと、奥手紙教科。奥手紙教科の美貌録とか。めっちゃバーって書いてある。へぇ、こんな厚さになるまで、その最終的に書くんですけど。だから、結構、その、西尾維新先生の作品って、映像化に向いてないって言われてた。あー、なるほど。ずっと言われてた。もうその説明文が多すぎて、でもそれアニメでどう表現するのみたいな。うん、なるほど、なるほど。だから本当に、さっき言ったオタクの話ですけれども、本当にこれをやるのであれば、どういうふうに切り込んでいくんだろう。そういうところにまで、こう思考を向けるようになってきますね。そういうオタクになると。で、成功したのはシャフトを選んだの成功、正解だよな、と俺は思った。あ、そうなんです。間違いない。あれは、うん。ちゃんとやるな、あの世界観を、うん、っていう。これでしょ、これ。そうです。シャフトの。うん、シャフトです。正解です。あ、そうなんだ。シャフトもじゃあ、そういうちょっと世界観系が強い会社なの。あと何やってたっけ、あの、絶望先生も確か、そうですね。あと多分だけど、間違ってる申し訳ないんですけれども、あの、ジャンプアニメでニセ恋とか多分、負けてないですか。ニセ恋もしか、すごく最近、もう、パッと見たとき、俺物語シリーズにしか見えなかったんですよ。あの、セットの描き方とか。ネギマってソフトなんだ。知らなかった、これは。なんか、本当に。あ、やっぱそうですね。やっぱシャフトです。本当だ、やっぱそうですね。あの、実際に本当に、ニセ恋の作品も、こういうシャフトをやってるところもありますし、ああ、なるほど。バックに書かれている学校の教室の小物の描き方とか、席の吹っ飛び方とかが、もうまんま物語シリーズと同じなんで、見た瞬間に、あ、これ多分シャフトだなっていうのは、分かっちゃいますね。まずか。あ、それ待ちってシャフトなんだ。いや、荒川もシャフトなんだね。全然そこら辺見てなかった。なんか知ってる漫画がいっぱい。いや、他にもいっぱいあります。その作品にしか出せないもの、その作品にしか出せないというか、その制作会社にしか出せないところっていうのもいっぱいあって、例えばそれこそ京都アニメーションとかだったら、個人的には、涙の描き方とかがめちゃくちゃ印象的で、大粒で描くんですよ。めちゃくちゃ大粒の涙で、しかも虹色の色彩が入るような。ちょっとジブリ感ある。そうです。まさに。ジブリ感ある。あれだよね。なぜ全然ついてこないで。そんな見方してんのお前ら。いや、見てます。本当に俺シナリオしか見てないわ。やっぱ今日は見てよかったとか、そういうふうに。そういうのを思ってみたりしますね。俺ほんとシナリオだけ。だから制作会社、だから変なシナリオの表現さえしなきゃいいかなくらいのノリだもん。なんかおそらくですけれども、俺はなぜこの作品をアニメで見ようと思ったのだろうっていう。ああ、なるほど。そこを考えると結構、例えば原作っていうものに対してアニメっていう作品が出てきて、うん、こことのギャップのその見方というか、切り込み方というか、作目の仕方っていうのが見えてくるんじゃないかな。なるほどね。すごいね。二人なんか、あ、そうだねとか言ってるけど、全くわからんもん。いや、なんかそういう角度でさ、本当に好きなものを見つけるわけじゃん。好きな作品とかを、はい、そうすると本当にあのおのずと円盤を買っていくわけですよ。買っていく。ああ、確かに。サントラも買っていくわけですよ。で、なんだったらまあ昔のアニメとかだったら何十周年の3期目ファンのなんかイベントとか、公式サイトが公式はイベントを作ってそこに行くとか。そういう気持ちになってこれる。へえ、なるほどね。わざわざグッズとか円盤を買うのにもそういう理由があるんです。はい。うん。そ
それを買わないと手に入らないもの、見れないものとか、そのブルーレイとかだったら、その制作会社がもう一番本気で出してる画質だから、一番綺麗に見れるかとか。というか、円盤の場合って、作画さんというか作画修正が絶対入るんですよ。ああ、作画修正入るの。作画修正が絶対入るので、なるほど、本当にこの作品が出したかったところがどこだったのかっていうのが。ああ、なるほど。納期がさ、決められてんじゃん、あの、放送してる時。だから、すげえ有名な話だけど、ガンダムシードとか、キャラデザが、DVD、ブルーレイになるとめっちゃ変わってる。そういうことで。おぉ、みたいな。なるほど、なるほど。そう。あれは、本当に、制作に携わっているアニメーターさんとか、もう本当に大変で、納期に追われてて、結局、今、過密になってきたんで、アニメという作品のサイクルが、大体決まって3ヶ月、12話、それが4サイクルで1年っていう、この中で回さないといけないという状況になっているので、結果、どういうことが起こったかっていうと、作画崩壊っていうのが起こってます。そうだね、昔って結構、2クールとか多かったもんね。多かったです。今、ないね、ほとんど。でも実際こう円盤とか買って見てみると、実際本当はこの会社というこの作品に対して制作会社、あとは実行委員会は何がしたかったんだろうっていうのがやっぱ分かるので、そういう魅力もやっぱありますね。はあ、なるほど。俺すごい疑問に思ってたんだけど、円盤持ってアニメ持ってない、いつもない俺ね、持っててね、ザ・ワールド・オブ・ゴールデン X かな。古いね。俺多分高校生くらいの時も、中高生くらいの時にワールド・オブ・ゴールデン X って流行って、それくらいだね。あれだから DVD でしか見れなかったから、それくらい DVD なんて。なるほど。あとはもうエルレのライブ DVD とか。はい。なんか。かない。なんでアニメ見てるの？